はい、皆さんこんにちは。今回もバイオハザード2リメイク頑張っていきます。前回ね、ウィリアム G の第3形態に負けてしまったので、今回はリベンジ戦です。頑張っていくぞ。さあ今回こそ G に勝ちたい。でも G には爆弾効いてないっぽいからな、これ持っていく意味がないと思う。でもまあ持っていくだけ持っていってみるか。不気味な部屋。あ、最初はショットガンにしとこう。周りの目を攻撃しなきゃいけない。背中が厄介なんだよな。ここはもう飛ばしちゃおう。前回の動画で撮れてるし。しろしろ、背中背中。けど当たってない気がする。よし、さすがマグナムだ。おお、強え。さすがマグナムダン。アイテムがあるはずだ。向こう側か。マグナムちょっと使いすぎたかなーっていう気もしなくもないけど。これいらない。いる。爆弾はいらないよ。お、嫁さん。まずいな。ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。さっきの話、信じられないけど。ジンウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ。FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない。産業スパイよ。Gウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。手任せ言うな。おめでたい人だ。もし Gウイルスがアクトホテルに渡ったらもうとんでもないことになるぞ。ああ力尽きたか。自己破壊コード。多分
もう最後の方のはずだから、何を、あ、さら、これはいらんだろうな、もう。ハンドガンもいらない気がすんだよな。これ2つ合成したら何になるんだ。ありがてえ。これ10発は超ありがたい。あと緊急スプレー2個、これはでも残っとるということはいる可能性があるんだよな。一発を外して解放射器、燃料どうしよっかな。ハンドガンを預けて燃料にしようか。ここはセーブがないのか。ここもう関係ないもんな。よし、レベル4。君のことを考えてた。あら、私もよ。心配してたの。俺たちはいいチームだ。聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。確認させて、早く出ましょう。アネットに会った。話を聞いて。君は FBI じゃない。おとなしく渡せばよかったのに。おお、やっぱり。俺だって君を信じた。ダメだった。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡してレオン。殺したくないの。おお、できるものならだ。いや、エイダだったら撃ちそうやわ。撃たなかった。うっ、お、嫁か。ああ、落ちる。もういいわ。諦めるな。もういいのよ。ダメだ。うお、危ない危ない危ない。生き延びて、レオ。ああ。エイダってでもこの状況でよく生きてたな。舌が水だったとか。危ない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 。
10分。どうしよう、最初に解放射撃使おうかな。確かスーパータイラント、普通のタイラントだったっけな、覚えてないな、そこまでは。あ、やっぱりそうそう、なんかマグマの中みたいなところで戦うはずだ。俺の記憶が正しければ。でもリメイク版では変わってるかもしれんな。あれ、嫁さんまだ死んでなかったのか。クレアか。クレア。お。レオ。あなたなの。ああ。でもここはもう持たない。よく聞け。脱出するんだ。今すぐ。ええ。脱出路はある。なんとかなるわ。あなたはどこ。クレア。聞こえるか。レオ、よく聞こえない。俺に構うな、早く脱出しろ。あ、くそ。爆発まであと9分。わお、あ、セーブポイントあった。一応ここでセーブしとこう。まさかの植物人間。ここで、え、植物人間即死攻撃？マジかよ。まさかの植物人間に殺されるとは思わんかった。めんどくさいけど倒すか。サブウェポン以外助かる方法はない。足が残ってた。嫌がる。どこだ。逃げちゃう。あ、ハンドガンの弾なくなった。できる限り無視しよう。う
入らんと。危な。まだいけるさ。頑張れレオン。え？これじゃないよな。ちょ。何にも使えないんですけど。あ、これか。2個？これ一回預けて、これ取って。これを入れて。あ！マジか。あ、タイランド。うわ、スーパータイランドになってる。もう燃えてる。うわ、連続攻撃。こいつは何なんだ。やばい、なくなった。出た。レオ、これで終わり。生きてたのかよ。どこから出てきたんだ。うわ。くらえ。おお、さすがに。サーカスエリアに到着しました。ロボットランチャー使ってやる。そう、マニアか。
うぅ、怖っ。これでレオン編クリアか。ふう、しかしレオンはこの後もエイダに振り回されるのであった。お、レオン、クレア、やったな。私が言った通りね。おお、クリアした。エンディングはいいです。あ、そうだよ、クリア編のラストは第4形態がいたはずや。やったー、クリアした。6時間15分もかかったか。でもまあ初プレイだからね、大丈夫。よし、なんとかレオン編クリアした。じゃあ次はクレア編だな。はい、よかったらコメントや、無事レオン編クリアできました。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。